はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら新しいドリッパーを買ってきましたんでね、開封していきたいと思います。これこの間ね、クラスさんに行って買ってきたんですけれども、結構前からね気になっていたドリッパーではあったんですよ。ただちょっと個人的に気になるところもあって、まあ、買おうかとか迷ってたんですよね。で、まあ、実際実物を見てみて、あ、どうかなって見て、ちょっと欲しくなっちゃったんで、はい、買ってきました。はい、じゃじゃん。こちら、折り紙ドリッパーってやつです。なんで僕これ買うか迷ってたかって、実はね、これ、台座がないタイプなんですよ。台座っていうか、ドリッパーってさ、基本的にこのサーバーとかと合わせるときに、こういうところがあるじゃん。ここでサーバーとこう合体するじゃないですか。今まで買ってきたドリッパーほとんどもうこういうね台座がしっかりあるんだけども、これに関してはないんですよ。似たようなタイプがあった。はい、こちら、ハリオの V60 なんですけど、これ特別版でこれ外れるんですよね。だからこういうことよ。これが中に入ってんのよ。ただこいつは台座とセットになって売ってるんだけど、これはねもう完全単体ですから、だからそこがちょっとネックになって買ってなかったんですよね。要はさ、サーバーにこれ乗せるのはいいとしましょう。これかっこいいからね。これで外すときあるじゃないですか。入れ終わって、はい、流しに下ろしますってなったときに、これめっちゃ不安定だよね。ペーパーも入ってるしさ、多分倒れるんじゃないかなと思うんですよね。こんなが流しにブチャーってぶちまけられる。ちょっとそれ怖いなと思って、だから今までこういった台座のないタイプのね、ドリッパーは敬遠してきたんですよ。実際どうしてんのかね。多分何かしらこう受けるものがあるんだろうね。だから要はさ、これ外して、まあ、流しとかになんかこうこういうの置いといてガショッとさはめるとか、あとはなんか別でこういう台座を用意して、まあ、はめるとか。で実際ね、そう、今回買わなかったけど、この折り紙ドリッパー台座もあります。ただ別売りでめっちゃ高いんですよ。ちゅうわけで、はい、今日はこちら、以前僕が友達からもらったトーチの、はい、マウンテンドリッパー覚えてますか。こいつのね台座を用意してあります。これ実際ね、クラスさんで合わせてきました。はい、ぴったり合います。これでいけます。今日はこれをこのままとりあえず、まあ使ってみて実際どうなのかっていう点と、これ回して使ってみたらどうなるのかって、まあ2つの点を見ていこうと思います。もしかしたらこれ単体で使えるかもしれないしね。はい、そんじゃいきます。開けていきます。ドリッパー買うの久しぶりだからすげえドキドキしてんだけどね。はい、じゃあ、いきますよ。よいしょ。まあクラスさんでね実物触ってきたから、まあそこまで新鮮味はないんだけど正直。あー、でもやっぱいいね、いいね。でもやっぱ新しいドリッパーは、おーわー素敵。はい、こちらが、折り紙ドリッパーです。周りがねこんな風にギザギザしていて、要はペーパーが円錐ペーパーだったら浮く、ウェーブだったらしっかり入るって感じで、あそう2種類使えるんですよ、ペーパーが。ねこちら円錐とウェーブ。円錐ペーパーを入れるとこんな感じ。はい。そしてウェーブを入れると、はい、こんな感じですね。ひだの数がしっかり合っているので、そういう風に設計されているのでぴったり合いますね。二度しとかしたらもっと貼り付くんじゃないかなと思います。で、こういうの珍しいよね。こういうちょっと特殊なドリッパーって結構ね、専用のペーパーとか、まあ、ちょっと一種類のドリッパー、ペーパーに限られることが多いんですよ。これすごくスタンダードな円錐ペーパーもいけるし、ウェーブもいけるし、まあ好みに合わせて使えるってことですね。で多分ペーパーによっても多分出方が変わると思うんだよ。現時点でのイメージとしては多分円錐を使うと結構ペーパーが浮く感じになるから、まあガスも横から抜けやすいだろうし、あとは抜けが早いと思うんだよね。裏側の穴も結構でかいしさ。てか、あそっか、さっき置いたときだいぶ安定するなって思ったけど、そっか、穴がでかいんだ。穴がでかいから、うん、ほんと安定する。これを入れたまんまドリップをして流しに下ろしたとして、まあ下のペーパーがちょっと飛び出してるところ潰れるけど、まあでもいけなくはないのか。もちろん個体差とかあるんでしょうけど、でウェーブだったら余計ね、ほら下から出ねえから、あー、いいんじゃねえか。まあただこれ円錐にした時に若干外からガスが抜けやすいっていうのは、まあ間違いなくあるだろうから、物理的にね。ちょっとそれ試してみようかな。うん。円錐でやってみて、まあ、横からガスが抜けることによって、もしかしたら、上からね、抜けるガスが減って、こう、あまりドームが膨らまないのかもしれない。ただ、ドームが膨らまないってことは、そこまでまあ悪いことでもなくて、膨らみすぎて逆に、ね、入れ合いにくいとか結構あるから、流れ出しちゃったりとかして、まあ、そういうところを抑えるドリッパーとしてもいいのかなって、ちょっと期待はしてるんですよ。だから今日はとりあえず円錐でやってみようかなと思います。
あ、ちなみにそうだ、ドリッパーの、台座ですね。こいつ。はい、あー、オッケー。はい、ぴったり合いますね。まあ、木製だし、ある程度のこう弾力があるから、しっかりこう、押さえてくれますね。ざらつきもあるし、うん、いい感じに、バッチリ安定してる。ただ、まあそう、これね、流しに置くと、これがゴトッと落っこちるから、まあそこまで意味はなくなるんだよね。要は持ちやすいってだけで。ちょっと待って、さっき俺、エアロプレス用のファンネル、なんとなく使っちゃったけど、置くように。あ、これ結構フィットする。あ、これだったらさ、ドリッパーにも乗っかるし、これ外せるし、ちょっとかっこ悪いけど。あ、これもありっちゃありなのか。てかまあ、そんくらいのまあ、柔軟な考えというかね、ありものでなんとかするっていう方法もあるだろうし、だ絶対純正のあの別売りのね、ちょっと高めのあの台座あるんですけど、あれを買わなきゃいけないってことはないと思う。まあもちろんね、あれが一番フィットするだろうから、いずれ買おうとは思ってるんですけれども。うん。あ、でもトーチもいいし、こっちもいいし。うん、まあでも、ペーパーのサイズもすごくぴったりだし、どっちもね、乗っけてチグハグってことはないから、すごく使いやすそうなドリッパーだなとは、この時点で思いますね。うん、そこまで物も大きくないし。これね、ちょっと話題のドリッパーなんですよ。半年くらい前、もっと前かな。最近ね、コーヒー業界ですごくこれ有名で、ジャパン、ブリュワーズカップだったかなの、まあ、優勝者がね、この折り紙ドリッパーを使って、まあ、優勝されたんですよ。それで一躍話題になったんですけれども。うん、多分穴が大きくてある程度浮くで、リブもそこそこ多いから、まあ抜けはある程度は早いはず。まあ若干豆によってはゆっくりめに落とした方がいいのかな。ハリオでもやったことあるんだけど、抜けがあまりにも早すぎると、薄すぎて何なんだか分かんないんだよね。味が出し切れてない状態でコーヒーが出来上がっちゃう時もあるから、蒸らしをやや長めにして、てか、あ、ちょっと待って、これ今気づいたんですけど、このひっくり返して富士山みたいにすると、この下のところ、このコーヒーが出てくる部分がギザギザが少なくなってますね。まあこんだけの大きいギザギザが収束するわけだから、まあそれはそうなるんだろうけど、でもそうなると下の方はそこまで浮かないんだ、ペーパーが。こっちでやると浮いてるように見えるけど、要はさ、だいたい粉この辺まで入れて蒸らしてさ、ちょっと膨らむくらいでしょ。半分くらいとかまで入るじゃないですか、コーヒーって。最初の時点では、傘って少ないと思うんだよ。だから、このギザギザがフルにこう発揮されている上部分は、蒸らしの時に使えねえんだ。だ下の本当にややちょっと浮いてるかなぐらいのあたりを蒸らしの時に使うわけだから、あ、そっか、じゃあ、そうなると、あ、ちょっと待って、また話が変わってくると。そうなったら、そこまで、じゃあ蒸らしの時は考えなくていいわ。ガス抜けとかはとりあえず、じゃあ考えない。うん。多分、普通に膨らむんだ、きっと。そんでもって後々影響してくるのが、この大きい穴とこのなんか外側から流れ出しやすいこのリブの感じ、ギザギザやから、だ、要は話長えなだ、こういうの考えるのも楽しいんだよね。ちょっとまああれ、ああでもないこうでもないってさ、こう試行錯誤しながら、そして自分のコーヒーで出来上がっていいから、こういう過程も楽しみましょう。今まで散々考えて、散々バカやって、散々失敗してきて、いろいろやってきたから。まあ、これの後に美味しいコーヒーが待ってるって分かってるからね。で、まあ、はい、話の続き。だから、後半になって、このドリッパーの性能はきっと生きてくるから、この、落ちるのが早いってことを念頭に置いて、うん、ドリップをしていこう。よし、OK。決まり。やってきます。うん、じゃあサーバーはどうしましょうかね。いくつかあるんですけれども、とりあえずそのままはめることを想定して、はい、こんな感じとか、はい、こんな感じとか、ちょっと違うかな。はい、あとはこれとか、あー、ちょっとでかい、うん、ちょっと不格好だね。あとは似た系統でこれ、あ、これさっきよりまだ合うような気もするけど、やっぱでかいな。はい、これとか、これはわりかしありな気がする。なんか砂時計みたいなフォルムになってて可愛い。そして、これあー、ちょっと違うな。コーヒーのお店によってはね、こういった形でハリオのやつはね、やってるの見たことあるんだけど、ちょっとこれになると、やっぱ微妙にでかすぎるね。あ、やっぱ、ちょっとだけ大きいんだね。ギザギザの分だけやや、こっちの方が大ぶりって感じ。となると、結構大きめのこれとか、あとこれとかこいつらが合いそうな気はする。あー、
うんうん、やっぱりサーバー選び難しいね、こういうちょっと特殊なやつだと。だこういうのを解決してくれるのが専用の、こういう形専用のドリップスタンドなんですよ。最近こういうのちょっと増えてるよね。これ系統をやっぱ買うべき。1個は確かにね、かっこいいんだよ。だけどこいつら専用やから、だからこれこのもそのものが流しに置いた時に安定するのかっていうのがさ、ちょっと心配やから、まだちょっと悩み中です。そのうちしれっと買うかもしれません。はい。まあじゃあとりあえず今日はこれかな、これ使おう。やっぱ普通のサーバーに載せるんだったらね、こういった台座を使った方が、あ、やっぱしっくりくるし安定するね。てか、あの、すいません、今日楽しくなっちゃってだいぶ長いこと話してますけど、あの、もしかしたら前後編に分けるかもしれません。やっぱでもさ、新しいドリッパーってこう興奮すんだよ。いろいろ全く新しいところから始めるから楽しいんだよ。形一つ違うだけで同じペーパードリップでも全然イメージ変わってくるから、ほんと面白いです。はい、じゃあ語りついでに、さっきガス抜けの話しましたけど、一番こうガス抜けが良さげなのはやっぱこれですかね。コーヒーバネットキュート、これはもうすべてもう骨やからどこからでも、コーヒーのガスが、まあ、抜けやすいから、だいぶ極まってますね。行くところまで行っちゃってますねって感じの突き抜けたドリッパーですね。はい、じゃあ今日はこちら折り紙ドリッパーで、はい、これからコーヒーを入れていきたいと思います。あれだけサーバー選びましたけど、ドリップスタンドを使おうと思います。よいしょ。ちょっと感覚が違うな。ここに当たりそうになるな。うん、ちょっとビビりながら行くと流れちゃいますね。この距離感をビビらず、ちょっと当ててもいいから探りながら。よし、 OK、 慣れてきた。やっぱり落ちるのはちょっと早い感覚ですね。ハリオと同じようにちょっと続けて注いでみて、もうガンガン広げつつお湯を切らさないようにしていきましょう。もうそれこそこうやってね、ひたひたになるくらいまで。うん、そうすると上に入ってる湯量が増えてより早くなりますね。うん、やっぱり早いね。コーノよりは明らかに早い。で、ハリオと比べてどうかな。ハリオとどっこいどっこいかちょっと遅いか。いやいや、どうかな。まあそのくらい、まあだいぶ早いドリッパーですね。やっぱりこれは焦りすぎると本当に早く抜けちゃうから、はい、ちょっとじっくりめに漏らしていきました。よし、いいかな。はい、回収。よいしょ。OK。はい、というわけで、入れ終わりでございます。あ、タイマーつけ忘れた。まあ、一応この辺抽出時間と蒸らし時間を出しておきます。はい、というわけでじゃあ飲んでいきましょう。今日はね、頑張ってこのおしゃれアングルにカメラ置いてるから、はい、こんな感じでやっていきましょう。カップを少しだけ温めて、よいしょ。さ、はい、というわけで入れ終わりました。初めての折り紙ドリッパーで入れたコーヒーでございます。とりあえず入れてみての感想を言う前に、はい、じゃあいただきます。うん、うん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 、おあ、まずは一番にやっぱ美味しいですね。
いろんな人が言ってるし、僕もまあそう思うんだけど、やっぱりコーヒーって豆が美味しければ、まあ言ってしまったらそこそこ美味しいコーヒーは入るんですよ。9割方豆の力。だけどそれを落とすこともできるし、上げることもできるから、だからそこは個人のこだわりだったりだとか、道具とかいろいろ選び方とかね。で、そういうので、こう、最終的な着地点。9割は豆で到達できるけども、それをどこに持っていくか、どこまで持っていけるかっていうのがやっぱコーヒーの楽しみ方だと思うんだよね。うん。で、そういった面で言うと、やっぱりドリッパー選びってすごい楽しいよね。で、今回やったこの折り紙ドリッパーは、そうですね、やっぱり早かったですね、落ち方が。だから、コーヒーとしては結構軽めに入ってます。これ深入りなんだけど、まあ、だから深入りを重たくしすぎないってことですね。結構こう柔らかく、すっきり飲める感じ。で、蒸らしはある程度したから、そこそこちゃんと味はしっかり出てるし、物足りないってことはないですね。あー美味しい。はちょうどいいとこですね。で、これは浅入りとか中入りにこう適応させていくのも面白いだろうし、てか、多分まあそっち系なのかな、アリオとかあの辺の傾向を考えると、まあ割とスペシャルティーコーヒー、サードウェーブ系のコーヒーに合ったドリッパーなのかなとも思うし、こうやって深入りにも全然合うし、てかまあスペシャルティーコーヒー自体別に浅入りとか深入りとかないんだけどね、傾向的に今浅入りを選びやすいスペシャルティーコーヒーのお店とかお家とかでも全然いけるドリッパーだと思います。うん、てかね、やっぱ入れててね、なんだろう、今まで使ってきたドリッパーの中で、うん、間違いない、一番入れててこう満足感があった。フォルムがね、尋常じゃなく可愛いんですよ。これなんでかって、僕がね持ってる、この折り紙カップ、これもともと折り紙っていう、まあ、ブランドなんだけど、このねカップたちと、まあ要は同じメーカーが作ってるわけだ。これやっぱシンプルで、それでいて、なんだろう、赤とかさ、いろんなまあ原色柄とかあったりして、すごく可愛いんだよね。だからこれいろんなカフェで使われているんだけど、このシリーズと同じようなニュアンスで作られたこの折り紙ドリッパー、デザインも素晴らしいし、入れやすかった、うん、やっぱりさっきの蒸らしのところとかね、まあ、そこまで違いは感じられなかったけど、やっぱり落ちるのは早いなと思ったし、特徴的ではあるけれども、奇抜じゃないっていうか、意味がない奇抜さじゃないんだよね。シンプルとも言えるし、かっこいいとも言えるし、かわいいとも言える。なんかこう、すごく面白いドリッパーだなと思います。だからね、ほんと結構前から気になってはいたんですけれども、やっぱ、でもな、分離タイプか。ま、分離タイプと、あと一個くっついてんのが、ちょっとバリエーションとして作ってほしかった気はしますね。で、要はさっき話した流しにこれをまあ置くとしましょう。台座を使ってね、純正のやつ使って下ろすとしましょう。で、これは置いた瞬間に外れてしまうから、これつけてる意味はないよね。ってなると、もうこれを外せばいいじゃんってなるんだけども、これをね、こう外すと、要はここにね、ここ台座のね、縁にね、コーヒーが垂れんのよ。だから結局これも合う羽目になるから、これ一個でドーンと言ってくれたらね、いや絶対いろんなサーバーとかと合わせられるから、選択肢広がると思うんだけど、一体型売ってくんないかなと思いましたね。ただデザイン性に関しては本当にすごくいいと思うから、だからこれ2500円くらいして結構高いんだけど、この折り紙ドリッパーに関してはプラスチック製を出さない方がいい気がする。ハリオとか、まあ、他のメーカーとかだとプラスチック製の安価なバージョンね、数百円で買えるやつとかもあったりするんだけど、これに関してはこの折り紙の良さをそのまま生かしたドリッパーで、それで成立してる気がするから、これはね、これでいい気がするんだ。ちょっと高いけど、今までね、入れたドリッパーの中で、ほんと一番なんかこう、持っててよかったなーみたいな。所有欲を満たしてくれるというかね、こういう材質のドリッパーのこう温かみみたいなものがすごく光る。なんか形的にはトゲトゲしてるんだけれども、温かみがあって、すごく収まりがいい、バランスがいいドリッパーだよね。なんかデザイン褒めてるみたいになってるけど、すごくね、ほんと、よかった。なんかこう、謎の構造とか謎の理論とかないから、あ、こう言うんだろうなって、ある程度頭で、予想して、うん、だいたいそれ通りのコーヒーが出てくれるから、まあなんだろう、自分の心の中で、頭の中で納得して、入れやすい。単純に見た目の面でもコーヒーを入れる実用性でもすごくデザインがいいドリッパーだなと思います。
はい、というわけで今日のカズマックスの、コーヒーワールド、今日は折り紙ドリッパーの、レビューでございましたけれども、はい、まあ、参考になったら嬉しいです。一応下にリンクも貼っておきます。一体型が欲しいどうにかならんかな。あと、まあ、これを気に入ってしまったから、今ちょっとこのドリッパーを愛してしまったからなんかそのね、さっき話した専用のドリップスタンド、どうにもありかなってちょっと今思い始めてますね。うん、すごくしっくりくる。そのドリップスタンドがあれば多分レギュラー入りするんじゃねえかなくらいに、やっぱりなんか前のフラワードリッパーもそうなんだけど、手に馴染む、しっくりくる、うん、納得できる。本当に長い間、まあ、結構悩んでたけど買うかどうか、まあ買ってよかったなって思いました。はい、というわけで、じゃあね。